今回ご紹介するのは鳥取境港の水木しげるロード、妖怪ナイトストリート。お昼は水木しげるロードや水木しげる記念館を楽しんでください。こちらを要チェック。ではいよいよ妖怪ナイトストリートをご紹介します。春休みバージョンの妖怪影絵が出現。出没時間は日没から10時まで。妖怪会議がおどろおどろしい雰囲気。夜の妖怪神社はより神秘的。もっと奥まで行くといろんな妖怪に会えたみたい。ナイトストリートも水木しげる記念館までぜひ行ってくださいね。夜は一層妖怪ムードが漂って妖怪を身近に感じられます。ぜひ水木しげるロード妖怪ナイトストリートへ。